水人祭とは、協定において、初勝利や節目の勝利を挙げた、協定選手が、水面に投げ込まれる行事のことである。選手の節目節目のお祝いとして行われる行事であり、基本的には、お祝いを受ける選手が、同県同支部の選手や、同期の選手の手によって水面に投げ込まれる。基本的な実施基準としては、次の通り。しかしながら、 1982年のメガバイト記念では、当時すでに SG で6優勝を果たした、彦坂育夫が水人祭を行っていた映像も残っており、節目のレースだけではなく、ビッグタイトルを獲得した時にも水人祭が行われていた。また、ボートレーサー養成所でもリーグ戦や終了記念競争で優勝した選手に対して、同様の行事が行われている。 水人祭が行われる場所は水面に面したピットの端の部分もしくは救助艇などで競争水面に出て船の上から水面に投げる場合もある。ファンサービスとして観客の前で行うこともある。水人祭のスタイルとしてはお祝いを受ける選手が他の選手たちに持ち上げられてうつ伏せの状態になりその姿勢から水面に向かって投げ込まれる。 ウルトラマンスタイルが主流であるが、他のスタイルもある。水人祭は投げ込まれた選手は、もちろんのこと、投げた選手も数人は水面に落ちるシーンがある。ありがとうございます。